トゥームレーダーシャドウオブザ・トゥームレーダーシャドウオブザ・トゥームレーダーは、アイドス・モントリオールが開発し、スクウェア・イニックスより2018年9月14日に発売されたコンピュータゲーム。トゥームレーダーシリーズの作品であり、若かりし、ララクロフトの初期の冒険を描いた、トゥームレーダーライズ・オブ・ザ・トゥームレーダーに続く、リブート3部作の完結編。対応機種はプレイステーション4。 Xbox One PC。本作では、若き考古学者、ララクロフトが、マヤの古代遺跡を舞台に、終末の予言から世界を救うべく奮闘し、本物のトゥームレーダーへと成長する姿が描かれる。イシチェルを表している文字。密林に生息しているジャガー。主人公のララクラフトは、前作までの二つの大冒険により、世界的に名の知れた冒険家になっていた。 しかし同時に遺跡の力により世界を支配しようと企む謎の組織トリニティに命を追われることになる。そんな中、ララは相棒のジョナと共にメキシコのコスメル島にマヤ遺跡の調査に向かい遺跡の最深部で祭壇を見つける。その古代文字に書かれた銀の冠の山と呼ばれている場所はマヤ地域とされるメキシコではなくペルーを指し示している。 可能性が高いと判断したララは、秘められた力を持った探検、チャクチェルの鍵を入手するが、トリニティに捕まりドミンゲス博士に鍵を奪われてしまう。さらに、ララが遺跡からチャクチェルの鍵を発掘したために、鍵の破壊の力が解放され、街は洪水に襲われて、多くの犠牲者を出してしまう。地震、津波、 噴火などの天変地異により世界が崩壊することを防ぐため、ララはトリニティと戦うことを決意する。ジョナと合流して飛行機でペルーへと向かう途中、大嵐にあって機体が空中分解し、ジョナのいる後方座席と切り離されてしまう。不時着したジャングルには様々な動物たちが生息しており、凶暴なジャガーの縄張りに踏み込んだララはかろうじて撃退し、 ジョナと再会する。二人はジャングル内の集落、クワク役クに向かい、そこでアビという快活な女性に出会い、ジョナとアビは互い惹かれ、距離を縮めていく。隠された都への道には三つの難所があったが、ララは持ち前の身体能力でこれを突破。その先で罠にかかった少年を助けるが、そこに少年の母親たちがやってきて、ララは彼女らに拘束される。 連行された先こそが、ララが探していた、隠された、都市パイティティであり、その女性は、パイティティの女王ウヌラトであった。その後、ペルー各地にある遺跡を探索したところ、チャクチェルの鍵とタイになる、イシチェルの箱を手にしたものは、世界の再創造が可能となることが判明する。それは過去改変することで死者さえ蘇らせることが、可能な、まさしく、パンドラの箱であった。 そして、その発掘式をとっている、ドミンゲス博士こそが、最愛の父クロフト教を殺害した真犯人である、ことが判明する。さらに博士は、古代民族パイティティの亡き王の兄アマルであり、ククルカン教団の長ククルカンでもあり、さらには、トリニティの最高幹部でもあったのだ。ララは、トリニティの野望を止めるべく、ウヌラトの意志を継いで、パイティティの王となったエツリ乱軍や、 卑怯部族ヤークシルの民たちと共に反撃を開始するのであった。2018年5月17日より、スクウェアイニックス特設サイトにて、チョボラ、ウニョポミによる4コマ漫画、はじめよう、トゥームレーダーが連載開始した。ありがとうございます。